今回はシビビのエレメンタムを紹介します。ダマスカスのゴールデンカーボンです。ブレードがダマスカス調でハンドル材が美しくてゴールデンとカーボンです。こんな感じ。オープンフリッパーでディープ型のポケットグリップ。一つ欠点がちょっとだけ動きます。これが若干気になる。シビビはウィーの安いモデルです。エレメンタムはシビビの中で一番売れてるナイフだと思います。ノーマルのシビビは G10 ハンドルに D2 ブレード、それで50ドルほど。こちらはダマスカスで若干高くて97ドル。オープンしてみます。フリッパーでボールベアリング入り。すごく素直なドロップポイントです。でホローグラインド、ハイセーバー、模様も綺麗です。こんな感じです。非常に綺麗なダマスカス模様。グリップなどはない、つるっとしたハンドル模様。ブレード調は使いやすい3インチ、人差し指サイズです。ボールベアリング内蔵だと思います。ライナーロック部分はこんな感じです。意外としっかりしてます。動きもスムーズ。他のナイフと比べてみますと、ウィーのバンタ、ブレードは同じ3インチです。ハンドルは若干エレメンタムの方が長い。エレメンタムの方はスリムな EDC ナイフ、そんな感じです。ウィーのバンタ、スパイダルコのパラ3、こちらもブレードの長さは同じ3インチ、ハンドルはパラ3の方が若干長いです。エレメンタムはクローズした時の形も素直です。スパイダルコの定番デリカ、ブレードの長さはほぼ同じ、ハンドルはデリカの方が若干長いです。人気のベンチメイドのバグアウト、バグアウトは若干大きめ、ブレードも若干長いですし、ハンドルも若干長いです。模様が美しくて丁寧に使う、そんなナイフです。形も素直、操作性も普通だし、クローズした時の形も美しい。ハンドルがつるっとしているのでポケットクリップも使いやすいです。普通に握った時は若干ポケットクリップが当たる。チョークアップグリップした時には普通に握れる、あんまり当たらない。ノーマルモデルだったら50ドル、安くて動きも良くて非常に素直な、そんなホールディングナイフです。今回はシビビのエレメンタムを紹介しました。シルバーモデルも販売してました。